ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月最後の、放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月の終わり際も結構寒かったですね。普通にダウン、真冬用のダウン着ていて、まだ着るのかと思いましたけれども、4月になったら、さすがに春に向かっていくことでしょう。さて、先週は、土日がアニメジャパンという大きなイベントが東京でありまして、アニメジャパンもこの名前になってから、前もねこういう、こう総合的な大型アニメイベント、大きい会場でやる、こう一つの作品のアニメイベントじゃなくて、まあ、いろんな企業のいろんな作品の、まあ、新作発表会的な、アニメイベントは前からあったんですけれども、このアニメジャパンという名称になってからも随分長く続いていて、毎年恒例の、この時期にやっているイベントですけれども、そちらのアニメジャパンというイベントが東京ビッグサイトで行われて、そちらに私出演していたんですけれども、こちらのねアニメジャパンは結構いろんな企業が出してるんですけれども、大きいステージもいくつかあり、それはだから座って見るステージイベント、トークイベントのゾーンがあり、違うところでは中小規模のいろんな各企業のブースが並んでいて、その囲われているところのゾーン、各企業ごとの作品ごとのゾーンがあって、そこでだいたいまあ、中規模小規模のこう立って見られるようになって、こう囲われている、そこにお客さんが集まってもらって、で出てってこうトークだったり、いろいろライブみたいなのもね聞こえてきたので、そういういろいろな催し物が一日中、土日どっかで何かが、まあ、同時進行でわーってずーっとなんかやっているっていう、まあねお祭りのようなイベントだったんですけれども、私は去年は土日に分かれて5ステージやっていたんですけれども、ホリミアという作品とか、山田くんとレベル999の恋をするを、2つのステージ2種類あって、まあ、それの上映会もねその後行ったりしたんですけれども、でまたネットフリックスの、ステージの方でデビルマンクライベイビーの、思い出話したりとか、あとバディダディーズのステージもありましたね、まあ、そんなんで計大体5ステージやったんですけれども、土日で、今年は、なんと日曜だけで5ステージというスケジュールになっていて、まあ、1日駆け抜けましたね。これは本当なんか全部やったら1日大体終わってたみたいな感じで、朝早かったし、でも5ステージ多いなと思ったんですけど、昔何年前かすら思い出せないんですけれども、朝から4ステージやって、でそのまま終わってすぐなんかこう車に入れられてスタジオを向かってアフレコもやるっていう日もあったと思うんで、もう何年前の何年のアニメジャパンだったかどうかすらもうっすらとした記憶なんですけれども、そういう年もあったので、ステージって聞いてまあまあできるだろうなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、とはいえ駆け抜けましたね。まず朝一で、9時台から始まるステージで、あの推しの子という作品、こちらはサプライズ出演だったので事前に告知はなかったんですけれども、まあ、これに出るために多分7時台からメイクして、準備して打ち合わせして、本番始まるという流れだったんですけれども、こちらの2期が7月から始まるというので、まあ、そういうトークステージだったんですけれども、そこから始まって、でも次10時台に、7つの大罪黙示録の4騎士という作品の、まあ、2期が、10月から始まるというので、そちらのトークステージイベント出て、まあ、それも終わると今度は12時台お昼頃の、星降る王国のニナという作品、こちらも10月からだったかな、放送という作品の、ステージに出まして、でこれ終わった後にお弁当は食べられたのかな、だから昼ご飯はちゃんと食べられて、ありまして、で午後、14時台今度はウィンドブレーカーという4月から始まるアニメの、ステージに出まして、でそれが終わったら最後、ここで5つ目ですね、最後16時台僕のヒーローアカデミア、これはもう長いですよ、7期そんなになるんだ、まあヒロアカ随分
長い付き合いの作品でずっとやってますけれども、まあ、7期っていう数字で見ると歴史だなと思いますね。そのイベントトークステージの中でも歴史を振り返るという構成だったので、まあ、みんなであんなことあったねこんなことあったねっていう思い出話に花が咲くような内容だったんですけれども、そちらが7期が、7期自体は5月から始まるというのでトークステージありまして、もうそれで朝一推しの子から始まりヒロアカまで全部やってったらもう夕方夜近いみたいな感じで、朝一番出演してでヒロアカステージ終わってはけて出てきて、いろいろ終わりの片付けというか準備帰る準備してたら、なんか会場全体に帰りのメロディー、なんかこうお店の閉店頃流れるような蛍の光的なメロディー流れ出して、うわ終わったわって、あの時の終わったわ感はすごかったですね。あもう終わるんだ、なんかあっという間の一日で、一日中朝一出てもうこれで終わりだからもう全部やったなみたいな、アニメジャパンを味わい尽くした一日でしたけれどもね。まあ5ステージなんとかなりましたね。うん。であと思ったのが、裏で話してたんですけど、まあとにかくその一日はあのヘアメイク担当してくれる方とスタイリストさんと、あとまあマネージャーとみんなで一日中ずっとあっち行ったりこっち行ったりで一緒にいたので、裏側でもいろいろ空いた時間はちょこちょこ話すんですけど、ジャンフェスとアニメジャパンの記憶がごっちゃになっていて、ジャンフェスタっていうジャンプの大きなイベントもあって、あれもまああっちは幕張メッセで、やってるんですけれども、まあ、ここ何年かは連続してヒロアカの方でステージ出させてもらっているので、あれステージの後なんかこう動画配信みたいなのやったのってあれアニメジャパンだっけみたいな話を俺がしだして、記憶がごっちゃになってて、あみんなであれはどこだっけとか、あの件はどこでやったっけみたいな、要は幕張メッセもビッグサイトも全然場所は離れてるけど裏側の景色が全然変わんないんですよ。まあそれはどうだろう、まあいろんなブースが並んでてステージあってっていうお客さん側の風景もそうなのかな、裏側がね、裏から入ってただずっと裏にいると光景全部一緒で、もうなんかステージ裏と楽屋となんかあの似たような色した壁と、なんかこう白いこうパーテーションで囲まれた大きい楽屋とみたいな、もう全部全てがデジャブと化していくっていうか、だからもう記憶が混ざり合って、どれをどこで何年前にやったのかが、まあ歴史が積み重なっていけばいくほど分からなくなっていくってい こう迷宮に迷い込んだような気持ちになったこう1日でしたね。まあでもいろいろこう、まあ、ステージごといろいろまあお客さんに新しい情報だとか思い出話だとか、まあ、実りあるお話、まあそれぞれ頑張ってお届け、みんなで頑張ってお届けできたのかなと思いますし、あとね、これはいつものことなんですけど、表に出ないところでそのステージ、幕張メッセと変わらない裏側の光景の中でですね、久々に会えるスタッフさんとか知り合いのスタッフとか、その作品にトークステージに出る作品に関係ない人でもね、昔から知ってる人に会ったりするとね、まあ、そこでお話しできる時間もちょっとあったりするので、まあ、その辺も楽しめたかなと思います。ということで来年はどうなるか分かりませんが、今年はアニメジャパンこんな感じで過ごしていました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームゆずきさんからいただきました。内山さんこんばんは。もうすぐ新学期ということで内山さんにお聞きしたいことがあります。私は4月から内山さんと同じ大学の早稲田の2年生になるのですが、大学に友達がいません。サークルには入っておらず、もともと一人が好きな性格も相まって去年1年間友達ができませんでした。一人でいるのは好きなのですが、大学でできた友達と遊びに行ったり旅行に行ったりしている高校の時の友人の SNS を見るとなんだか寂しい気持ちになったりもします。そこで質問なのですが、内山さんは大学時代どのように友達を作りましたか？同じ大学に通われていた内山さんにぜひ友達の作り方をご教授願いたいです。長くなりましたがここまで読んでいただきありがとうございます。寒暖差の激しい毎日が続いていますが、内山さん、スタッフの皆さん、体調を崩されませんようご自愛ください。大学時代は友達を作ろうとしなかったので、全然できなかったです。
友達の作り方はだから分かんないですね。まあ、大学によっても種類いろいろあると思いますけれども、そういう大規模な大学ですとサークルに入っていないとなかなかできにくいんじゃないですかね。クラスの知り合いとかは続いた子もいましたけれども、まあでも本当少なかったですね。ほんの少し、でしたね。だからなかなか難しいかなと思います。またこうゼミだったり研究室入ったりっていうのが始まって、またそのクラス的なあるいはもっと小規模な、同じ先生の下で勉強する仲間ができると知り合いも増えるかと思いますが、そういうのがない状況ではなかなか友達もできにくいかなと思います。サークル僕はほぼやってなかったので、どこがいいとかあそこに入るべきっていうのは分かんないんですけれども、サークルだとかあとはこうバイトとかで知り合いができるんですかね。大学生が多そうな同じ大学の人かは分からないけれども、バイトも僕はやったことがないので何にもアドバイスはできませんが、そういうところで人は友達を作るのではないでしょうか。まあただ一人でいるのが好きということなので、まあそれはそれで、それでまあ一人でいろいろ本読んだり音楽聴いたり映画見たりどっか行ってみたりっていうのも、まあそれはそれでいいのかなと思いますが、いかがでしょうか。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ここで出会いました。2024年現在、人はどこで出会うのか、恋人に限らず友人や知り合いなどとどこで出会ったのかをリスナーの皆様から教えていただくコーナーです。ラジオネームもふえさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。内山さんの声も人柄も大好きで、いつも楽しく拝聴しております。気づいたら内山さんが演じるキャラクターも好きになることが多いです。ここで出会いましたのコーナーでぜひ読んでいただけたらなと思い送らせていただきました。私は現在29歳です。学生時代は地元東北地方で過ごし、都会に憧れて22歳の時関東で一人暮らしを始めました。ジムで働いていましたが、生活費のためにもっと稼がなければいけないと思い、居酒屋のバイトも始め、昼間はジム、夜は居酒屋で働く生活を送っていました。ハードですね。居酒屋のバイトに入っていたある日、3名様をご案内しようとしたところ、そのうちの一人に、〇〇中私の通っていた中学校だよねと声をかけられ、顔をよく見てみると中学の同級生でした。どうやら居酒屋の近くの会社で働いていたようで、その日は上司の方と飲み会みたいでした。中学の頃は話したこともないですし、連絡先もわからなかったので、関東にいることすらお互い知らなかったです。まさか地元の人に会うとは思わなかったのでびっくりしました。その日は連絡先を交換したものの会うことはなく、1年後くらいに久しぶりに連絡が来て2人で飲みに行くことになりました。その後何度か飲みに行き、一緒にいる空間が楽しく付き合うことになりました。付き合って1年ほど経ち、結婚を視野に入れた時、お互いの地元に戻ることに決めました。これが夫との出会いです。同級生同士の結婚はよく聞きますが、遠く離れた土地で偶然出会う確率は少ないのかなと思います。本当に人生何が起こるかわからないです。夫との出会いも大切に、これからも夫婦仲良く過ごしたいと思います。内山さんは偶然どこかで友人や知り合いに会ったことはありますか？もしあれば教えていただきたいです。これからも応援してます。ということで、29歳の方、学生時代は地元過去東北地方で過ごし、都会に憧れて、都会に憧れてっていうフレーズが気になりましたね。22歳の時関東で一人暮らしを始めた。
うん、でこう生活費のために稼ごうっていうんで、昼間はジム、夜は居酒屋で、これ大変ですね。でそこのバイト、居酒屋のバイトで3名様をご案内しようとしたところが同級生だったと。はあ。でここもまあいろいろこうドラマティックなところはあるんですけれども、あの連絡先を交換したものをしばらく会うことはなく、じゃあすぐ会おうよとはならなかったんだ。1年後くらいに久しぶりに、1年、結構これ時間が空いてますね、連絡が来て交流が始まり、付き合うことになり、結婚を視野に入れた時地元に戻ることに決めました。この東北地方関東一人暮らしからの結婚して戻るっていう、はあ、へえ。仕事場で同級生と会うっていうことはまあなくはないかな、珍しいことではあるけどなくはないかなと思うんですが、この移動、地域を移動してまた会うっていうのが興味深いですね。だから行動に出てみるもんだなというか、何かを、変化を自分に起こすとこういうことも起こるのかなという気がしますけれども。で、内山さんは偶然どこかで友人や知り合いに会ったことはありますか？ありますね。結構最近に仕事でゲームの声を取るんで、ゲーム会社の人と会ったら、仕事がまあ無事終わって、そしたらそのスタッフさんが、内山さんこれに見覚えはありませんかって言って、パッと出してきたのが僕も持ってる高校の卒アルで、高校の同級生の人だったんですよ。だから僕その人にこうスタジオまでとかも待ち合わせて、その会社のところで会って、スタジオまで案内してもらうまでもやってもらったんですけど、そこまでは全然気づかず、そこ卒アル見て、え、みたいな、なんとかですって名前言ってもらって、ただクラスが一緒だったとか、なんかこう部活で一緒にやっていたっていう直接的な交流はなかったので、あのまあそれ名前伺ってもとか、パッとこう大人になった姿見てもわからないのもまあそうかなという感じではあるんですけれども、ただこう卒アル見せてもらって、これですみたいな感じで自分を指さしてもらったら、もう、あ、うんうんうん、もう全然こう覚えてるっていうか、寮生でみたいなお話聞いて、はいはいはいみたいな感じで、多分喋ったことはなかったと思うんだけど、まあ、すれ違って、こう全然顔、お顔を覚えてましたね、当時の写真で。そういう出会いはあるので、まあ、全然学校関連の同級生に限らず同じ学校のっていうのは結構ありますね。ラジオネーム小エビちゃんさんからいただきました。大阪、28歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。早速なのですが、私は去年結婚しました。やっぱり出会いましたって銘打つと、ご結婚された方からのお便りが多いですね。去年結婚しました。そんな夫との出会いは X、 当時のツイッターです。まあ、まだまだツイッターのイメージ強いですね。周りからは今時やね、そういう時代、新しいと珍しい反応をされました。笑い。出会ったきっかけは些細で、夫が今で言うインスタライブに近い音声だけのライブ配信をやっていて、そこからやり取りをして、同じ趣味である漫画やアニメの話で盛り上がりました。その中で好きな声優さんの話で意気投合し、結婚に至りました。なんとその声優さんが内山聖輝さんです。内山聖輝さん、こんな出会いもあるんだなぁと自分でも驚いています。笑い。内山さんがいなかったら出会ってもいなかったので、本当に感謝しています。ありがとうございます。これからも夫婦で内山さんを応援しています。まだまだ寒い日が続きますので、ご自愛くださいませ。なんだ、俺が人を結婚させていたとは。X での出会い、今でいう音声だけのライブ配信、そこで、なんかこう興味を持ってメッセージを送ってみたんですかね。やり取りをして、同じ趣味である漫画やアニメの話で盛り上がり、声優さんの話で意気投合し、結婚に至る。まあ、ここのね、ここのジャンプはまあ結構あると思いますけど、意気投合し結婚って、まあ、その漫画、アニメ、声優、結婚とはならないだろうから、そこからまあいろいろあって、いいなって思ってっていうところもあると思うので、
まあ、ここでの中でドラマがまたあったんだとは思いますけれども、まあ、出会いのきっかけの一つにはなったということで、まあ、でもやっぱここで出会いましたいただいたメールいろいろ読んでいく中で毎回結構出てくるのが同じ趣味であるとかね、そういうところは共通の趣味があるとやっぱり日常的にまあ深い付き合いになってって、まあ友達でも恋人でもいいですけど、まあ話題が重なる、今日こういうニュースあったねとか、今度出る新刊のこれ楽しみだねとか、読んだ漫画のまあ悪口でもいいけどあそこが面白くなかったよねとか、そういうね共通のものがあると仲も深まりやすいでしょうし、あとね休日の過ごし方とかお出かけ一緒にあのイベント行こうよとかもなるかもしれないので、まあ、そういう面でね、まあはかどる部分はあるのかなと思いますけど、まあでも一方で逆に全然違う趣味の人と、付き合っていくと、まああえて自分の趣味とは違うけど相手の趣味に乗っかってみて付き合ってみて、まあなんとなく、読んだり見たりとか、まあ体験してみたり、そういうのをこう言ってみて、まあ、違う世界見えてくるっていう、そういう楽しみもあると思うので、なんかね違うものだけどなんか人との付き合いをきっかけに趣味始まったっていうのもねあるにはあるでしょうね。そういう珍しい出会いも面白いかなと思いますけど。ラジオネームすすさんからいただきました。25歳女性の方。今でも仲の良い友人との出会いです。ここで出会いましたというより、ここで実は出会っていましたというケースです。笑い。私と友人は高校1年のクラスメートで、共通の趣味にエレクトーン、エレクトーンとは電子オルガンのようなものですがあったことで仲良くなりました。でも実は高校が初めての出会いではなかったのです。本当の出会いは中学1年生。私と友人は同じエレクトーンのコンクールに出ていて、しかも出番が前後だったのです。当時は舞台袖でしか顔も合わせておらず、もちろん話すこともなく、本番直前まで指を動かして練習していてすごいなぁとぼんやり思ったくらいでした。このことが発覚した後の高校2年の時、友達と私でグループを組み、2人でエレクトーンのコンクールに出ました。中学1年の時は面識はなくともいわばライバル同士だったのに、今度は二人で一つの曲を弾く仲間になったというのがすごく不思議で、こういう出会い方もあるんだなと思いました。内山さんも後々仲良くなる方が実は昔出会っていたということがあるかもしれません。長文読んでいただきありがとうございました。お体にお気をつけてくださいね。へー、なんか漫画みたい。漫画とかアニメとか。後々仲良くなる人が実は昔もう出会っていた。いやー、僕の経験では見当たらないな。こう友人、高校1年のクラスメートでエレクトーンがあって共通の趣味だね、仲良くなって、でも高校より前に出会ってて中1、同じコンクールに出てんて、前後出番が前後だった。へー、舞台袖で顔も合わせておらず、まあそうか、緊張してね、そんな喋ってる場合じゃないと。時は流れ、高校2年グループを組み、エレクトーンのコンクールに出た。へー、何で発覚したんでしょうね。なんかこう話してて、え、私も出てたみたいな、ていうかもう出会った時に顔見たら分かったのか、どうだったんだろう。1年2年、ねえ、これ音楽漫画とか、アニメとか、エレクトーンテーマにしたアニメとかだったら、大体ね、神童たちの、幼き頃から優秀な神童たちの成長、そして切磋琢磨を描いた作品で、中学生編と高校生編があるんでしょうね。で、中学生編で、まあ、主人公がこのスッさんだとすると、この後々高校で一緒にやることになるキャラが、この一期の中学生編ではまあちょろっとしか出ないわけですよ。でもなんかキーキャラっぽいキャラデザだなみたいな、声優さんもまあこの人ってことはみたいな感じになってて、でもちょっと顔見せ程度で少し一言喋ったりアドリブ入れるくらいで、で主人公がこう本番直前まで指を動かして練習していてすごいなみたいなモノローグか表情ぐらいで語らせて、ぼんやり思って、でなんかこう意味深なそのキーキャラっぽいやつのワンカットアップみたいなのがあって、でまあ2期高校生編始まって、
出会ってあの時のでしょうね。でまあいろいろこうまあ漫画とかアニメだったらちょっと喧嘩とか最初はまあいがみ合ったりして、でもなんかこう先生とかに言われてグループ組んでしょうがなく練習して仲良くなってまあ優勝みたいな、ありますねこれも。できましたね。まあまあでもすごいですね。本当現実はフィクションを飛び越えるというか、まあでもそういう同じ競技と言っていいのかな、まあそういうこう競争する、エレクトーンを通して競争する中では、まあでもそういうこともあるのかねえ、興味深いエピソードでした。ということで、いろんな出会いがありました。引き続き皆様の出会いのきっかけを募集しております。以上、ここで出会いましたでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。以前にもお伝えしたんですけれども、また今年も毎年恒例の春限定のコーナーとして新生活応援春のお便りをやろうと思っております。こちらのコーナー、お届けしようと思っていますので、ぜひぜひメールをいただきたいなと思っております。こちらはですね、3月そして4月などなど、こういう時期は春新しいことが多いだろうと、新しい学校に入るだとか、学年が変わる、クラスが変わる、仕事新社会人とか、あるいは転職して仕事が変わるとか、引っ越しするとか、そういうので変化が多い季節だということで、そういうこう新生活、そしてまあ春にまつわる身の回りの変化、そういうこれが変わった、あれが変わった、まあ内容的にポジティブな内容でもネガティブな内容でもいいですよということで、ここ何年か春の時期に、まあそうですね、4月はやりますし5月もやりますね。梅雨時期はどうだったかな、まあその気が向く限りお届けしようと、予定しているコーナーですので、ぜひぜひ何か変化がありましたら、良きことも、悪しきことも何でもいいので送っていただければなと思います。新生活応援春のお便り、今年もやりますのでよろしくお願いいたします。その他現在募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、恋人や友人や知り合いなどとどこで出会ったのかを送っていただく、ここで出会いました。買い物をしない、かっこ買いたいものがない内山聖輝に、買いな商品をおすすめしていただく、内山さんこれ買いです。10代から20代前半ヤングの皆さんから、33歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で教えていただく、クイズヤング。こちらのコーナーは世代全体で流行っていることでも、自分の身の回りローカルだけで流行っていることでも、どちらでも OK です。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャストの QR、 Spotify、 Amazon Music など、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。